さあ、やばい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 。また遅刻遅刻遅刻。またって全然遅刻したことないけど、早く行かないと会議が始まってしまう。ということで、足首 GoPro をやる余裕が、今日こそやろうと思ってたんだけどな。なんか全然朝バタバタしてて準備できなかったな。もう遠足と一緒で、前の日の夜に全部準備するみたいな感じしないとダメだな。朝やろうとか思ってるともう絶対間に合わん。朝がなんか慌ただしすぎる。今日ちょっと マジでテスラさんがいますね。もうなんかすっげえ工事が、道きれいにしてくれるのかな。今日ちょっと本気で、でも遅刻する気はしないけど、寝坊して野菜ジュース作る時間はなかった。寒いからちょっとガサガサ言ったらごめんなさい。ちょっとピンマイク位置調整しちゃったからガサガサ言っちゃったかな。いやー、なんかね、週末もおかげさまでいろいろイベントがありまして、イベントっていうか、なんか昨日は本当になんかケントさんとバスケさんと、あまり普段人と会わない、引きこもり生活をしているんですが、昨日はいきなり、ケントさんバスケさんと2人に会うというイベント満載だったりして、YouTube が華やいだんですけど、ガジェット開封が全く進んでおりません。本当にやばい。Amazon エコーショーも未だに開いてないし、ジーユンのファームウェアアップデートも停滞してるし、困ったな。ただジーユンのファームウェアアップデート、その後いろいろこのリスナーの皆さんも、僕のこのドリ散歩を見ていただいている皆さんの中には、GoPro とジーユンの、ライダー M を持ってる人多いと思うんですけど、あれファームウェアアップデートしてみたら、単押しで起動するようになった人と、長押しでじゃないと起動しないっていう人と、なんかいろいろいて、情報が混乱しておりますが、僕はね、初代というか最初に買った方の1台目の方だけはすでにもうアップデートしたっていうのは、ドリ散歩ではお伝え済みだと思うんですけど、そっちはね、単押しで起動するようになってますよ。長押し不要で、2台目で買った方はまだ何も触ってないので、買った時の状態イコール長押しで起動です。で、僕の一応予想では、この2台目の方も、ファームウェアアップデート適用すれば単押し起動になって、やっぱ単押し起動すげえ便利、すごい便利なんで、早くそっちに持ってきたいなと思ってるのが今の状況ですけど、それを動画撮影しないといけないなと思いながら、撮影してないからあげられないなと思ってるんで、今日帰ったら今日こそやりたいかな。あとあれか、 Windows 10S からプロにするっていうのもね、やらないといけないしね、いろいろやってみます、やってみたい動画が溜まってるんですけど、で、そんなことなんですが、そのライダー M のファームウェアに関しては、これもね、リスナーさんにコメントで、 YouTube のコメントで教えてもらったと思うんですけど、どうもね、GA のホームページに行って、ダウンロードするのそもそも大変なんだけど、あ、でもね、ファームウェア自体はなんか150キロとか、えらいちっちゃいんですよね。ファームウェアの
USB のドライバーとファームウェアを焼き込むためのツールが10メガぐらいと USB ドライバーが 3.5 メガぐらいあって、そっちのダウンロードが大変だけど、ファームウェア自体はまあすげえちっちゃい、あの150キロぐらいだった。で、どうもあのホームページの言語設定をね、あれ言語標準だと中国語かなんかになってて、まあ、英語とか日本語とかサポートしてるんだけど、なんかね、選ぶ言語によって最新のファームウェアが違う説があって、あの日本語と英語であのホームページをね落ちてくるファームウェアが違うっぽいです。で、僕は英語の言語を英語にしてファームウェアを落としたんですけど、なんか日本語にすると一個古いのが落ちてくるとかなんとかっていう話があって、もしかしたらその単押しで起動できない人は日本語の言語から落としたりしてないかなっていうのが一つ気になる点と、その 1.51 っていうバージョンがどうもバージョン番号的には 1.51 なんだけど、複数の挙動するやつが存在してるみたいで、僕ちょっと不安なのは、僕のやつが今 1.51 って2代目の方になってるんだけど、長押し版の 1.51 なんですよね。で、確かに初代に適用したやつも 1.51 なんだけど、あれは適用したら単押し版になったんだけど、なんか2代目に適用するときにエラーになんないかだけ心配、お前のファームウェアはすでに最新だよみたいなこと言われて、 1.51 に 1.51 がちゃんと当てられるのかっていうのはちょっとだけ気になってるけど、まあでもあの自動アップデート的なやつだとよくそういう機能が入ってるけど、まあツールで焼き込んじゃうから、まあそこは無条件上書きしてくれるんじゃないかなとはちょっと思ってますが、なんか変な白いとんがり帽子のテントみたいなのがいっぱいできてるの、なんだろうあれ、なんかステージ作ってるな、なんかこの先でコンサート的なものやるのかな、この見えますかね、こっちにステージっぽいものが作られている、もう解体したのかなあれ、もしかしてあのフォースオブジュライ花火観客席とかそういうお家、違うの、なんか SAV って書いてあるけど、なんかなんだろう、プロビーチボール、ビーチバレーボールイベントがあるんだ、プロビーチバレーとボールイベントがやるのにここでやるのかな、ちょっと見てみたいな、そうっていうのがまあ GN の話ですね。あとはねちょっとこの話もこうドリ散歩で言ってしまうことで自分に縛りを、課すべきかどうか悩ましいところではあるんだけど、あのメインチャンネルのカメラは GoPro 禁止にしようかなってちょっと思い始めてる。あの少なくともタイムラプスとかはいいと思うんですけど、メインカメラとして GoPro は禁止しようかなってちょっと思ってしまっている今日この頃です。まあ理由はいろいろあるんですけど、はっきり言って画質的には全然問題ないんで、もうほぼメンタル的な問題なんですけど、でもやっぱりね、あの僕の求めて、お前は何を求めてんだって話だけど、GH5 とか富士の XT2 で撮る動画と何が違うんだろうね。なんかね、 GoPro 撮るやつのあの絵はもちろん綺麗なんだけど、ちょっとこうフラット感がちょっと物足りないなと思ってて、メインチャンネルの動画は縛りをかけようかな、カメラの何だろう、 楽しちゃうんですよね、あの GoPro だとね、すごいで撮影楽なんだけど、
なんだろうな、緊張感なくなるのかな、まあ、緊張感は元からないからな、うまく言えないですけど、なんか GH5 とかで撮るっていう、GH5 って僕の中では、僕の中でメインチャンネルでありなカメラは、GH5、富士の XT2、 あとルミックスの LX100 かな、この3つのどれかで撮るっていう縛りを少しメインチャンネルには貸してもいいかなっていう気がしてきました。あのね、 GoPro ね、そうそう、だらだら長く撮っちゃうんですよね。あの、撮れちゃうし気軽に撮れちゃうから、だから結局後の編集コストも高くなるっていう話かな。 なんかちょっともうちょっと自分の中で整理したら改めてちゃんと説明したいですけど、 今僕の中でなんとなくもやっと、そんな気がしている。でも別に GoPro が全然使えないとかではなくて、むしろドリ散歩はもう GoPro メインで、むしろ GoPro だけで撮っていきたいので、なんか GoPro の絵がすごいドリ散歩のテイストには合ってる気がするんですよね。あの安定感といい、だからなんだろう、だらーっと長くこうやるときに、あの安定した画質で、その安定したっていうのがもう映像の品質もそうだけど色味とかもそうですけど、でこのジンバルつけて安定した映像がお届けできるのと、うわうるさい、やばい、締めがうるさくて聞こえないかもしれない、ちょ帰り取れないかもしれないんで、一応ここで一回締めたいんだけど、うわうるせえ。まあちょっと分かんないです。まあなんとなく今そういう気になってんで、少しその運用して、いややっぱり GoPro ないとめんどくさすぎってなったら、またすぐ気持ちを変えるかもしれないですけど、今の今はちょっとそういう気持ちになっているっていうことをドリ散歩でだけこっそりお伝えしました。ということで、キーワードはドリ散歩には GoPro 最高です。